小木原六山12月1日から1910年4月22日は、明治期の彫刻家。本名は、主英、六山は豪である。主英は幼い頃から病弱で、大好きな読書をしたり、絵を描いて過ごしていた。17歳の時、通りがかりの女性に声をかけられる。田舎では珍しい白いパラソルを刺し、大きな黒い瞳をした美女の名は、総枕光。 尊敬する郷里の先輩相馬愛像のニーズまで、主演の3歳年上であった。東京の女学校で学んだ黒光は、文学や芸術を愛する再起ふれる女性。六山はそんな黒光から、あらゆる芸術についての知識を授けられ、未知なる世界の扉を開いていく。やがて芸術への情熱に目覚めた六山は、洋画家になろうと決意する。 本格的な勉強をしようと、1901年、アメリカのニューヨークに渡り絵画を学ぶ。アルバイトをしながら、アカデミーで西洋画の基礎を学び、来る日も来る日もデッサンを続けた。人間を描くことに夢中になった、彼は目に見えない骨格や筋肉の動きまで徹底的に研究。つぶさに肉体を写し取ろうとした。しかし、 主演はまだ本当に描くべきものを見出せずにいた。そんな修行の日々に1903年アメリカからフランスのパリに訪れた主演は衝撃的な作品に出会う。1904年に後に近代彫刻の父と言われるオーギュストロダンの考える人を見て彫刻を志す。主演は人間を描くとはただその姿を映し取ることではなく、 魂そのものを描くことなのだと気づかされる。1906年にはアメリカから再度途仏。アカデミー・ジュリアンの彫刻部教室に入学し、彫刻家になろうと決意する。学内のコンペでグランプリを獲得するほどの実力を身につけていった。1907年度団に面会。女の銅、甲府などの彫刻を制作。イタリア、ギリシャ、エジプトを経て帰国。 帰国した主営は東京新宿にアトリエを構え、彫刻家、小木原六山として活動を始める。そんな六山に運命の再会が待っていた。憧れの女性、黒光である。黒光はその頃、夫の相馬愛蔵と上京し、新宿に中村屋を開業していた。六山は黒光の傍らで作品を作る喜びに心躍らされた。相馬夫妻は、 そんな六山を夕食に招くなど、家族ぐるみの付き合いが始まった。黒光の夫、愛蔵は、仕事で家を空けることも多く、留守の時には六山が、父親代わりとなって、子供たちと遊んだ。黒光は六山を頼りにし、六山はいつしか、彼女に強い恋心を抱くようになった。しかし、それは決して許されない恋であった。ある日のこと、六山は、 黒光から悩みを打ち明けられる。それは、夫の愛憎が浮気をしているという告白だった。愛する女性の苦しみを知り、六山の気持ちはもはや抑えようにもない炎となって、燃え始めた。六山は当時、パリにいた友人の高村光太郎宛の手紙で、我が心に病を得て花肌重しと苦しい胸の内を、明かしている。行き場ない思いを叩きつけるかのように六山は一つの、 作品を作り上げる。1908年、第2回文典で入選した文革である。人妻に恋した文革は、思い余ってその夫を殺害しようとしたが、誤って愛する人妻を殺してしまった。大きく目を見開き、虚空を睨みつけた文革。力強く、がっしりとした太い腕。そこには、溢れる劇場を抑え込もうとした表現されているかのようであった。 六山は愛する人を殺め、もだえ苦しむ文革の姿に抑えがたい自らの恋の衝動と、それを今しめる激しい葛藤を重ね合わせた。一方、黒光は六山の気持ちを知りながらも、不倫を続ける夫の憎しみにもがき苦しんでいた。六山は黒光になぜ別れないんだと迫った。しかし、 その時黒光は体に新しい命を宿していた。母として、妻として守るべきものがあった。出口のない葛藤の中で六山は作品を生み出していく。体を地面に伏せ、顔を詰めた女性デスペア1909年。苦しみながらも現実を生きていかなければならない。そこには逃れられない黒光の絶望感が込められていた。 1910年追い打ちをかけるように不幸な出来事が起こる。黒光の次男の体調が悪くなり、病に伏せる日が多くなった。次男を抱える黒光を、六山は来る日も来る日も描き続け、母と辞める行為に出した。消えかかる幼い命を必死に抱き止めようとする黒光の姿がよく描かれている。しかし、母の願いも虚しく次男はこの世を去った。悲しみの中、 気丈に振る舞う黒光に六山は運命に抗う人間の強さを見出してゆく。そして思いの竹をぶつけるように、同年、女を制作する。この像は何かに囚われているかのようにしっかりと後ろで両手が結ばれ、ひざまずきながらも立ち上がろうとし、天に顔を向けている。新州大学名誉教授の西名厚はこの女を矛盾しているかもしれないが、 六山は希望と絶望が融合した作品である。手を後ろに組んでひざまずいて立ち上がっているのは一種の絶望感の表れでしょうし、そうは言っても顔は天井に向けられ、この構成全体から希望といったものが込められている。そういう葛藤を総国の中の美が宿っているのではないか。自分の思いを作品に昇華させたと評している。同年4月20日の夜、小木原は、 相負けの茶の間で雑談中に確決し、22日の午前2時半、ごろに没死した。小木原の死後、彼の友人である、戸張小岩から、小木原のアトリエを片付けるように促された黒光は、この像を見て、胸は締め付けられて、呼吸は止まり、自分を支えて立っていることが、できませんでしたと語っている。六山の名は、夏目漱石の小説、二百頭下の登場人物である。 六三に由来する。小木原はこの六三の性格を気に入っており、友人たちからも小木原さんと呼ばれずに六三と呼ばれていた。それが転じて六三となったという。アカデミー・ジュリアン在籍時にイタリア人をモデルとして制作された。造主の北条寅吉は六三の兄の友人で寅吉の依頼により制作された。労働者と共に第三回文典に出品されたが、 高村光太郎はこの作には人間が見えると称賛している。絶作。象主は黒光ではないが、黒光に代表される普遍的な女性像を表現しているものと解釈されている。象主は黒光と彼女の次男であるジョージ。この絵が描かれた翌日にジョージは没した。ありがとうございます。